前のモニターに映っているこちらの映像は運転席支店のライブ映像となります。そして飯田さんが座るこちらの席が遠隔監視卓となります。ここで運転開始指示を出した後は画面を確認するだけでよく、普段は運転操作は行わなくても車が自動で走行いたします。例えばこのような踏切では交通ルールに従って一時停止いたします。こちらは車内の様子を映した映像となりますが、ご覧いただいているように運転席が無人であることが確認されます。このような坂道走行の場合はセンサーの視認範囲が変わるため認識精度が課題となってきます。さて、自動運転モードでは車両に搭載されたカメラ、ライダー等のセンサーがコース上の位置や障害物を感知しながら、あらかじめ設定された路線に従って走行いたします。車の走行状況はオートウェアというソフトウェアで管理されております。無人席運転で、一連の走行を運転者による操作が不要な状態レベル4で走行を行っております。そして車内に設置された5つのカメラの映像を LTE を使って遠隔監視卓に送信することで、遠隔操作員が運転状況を監視し、いつでも手動での運転介入ができる状態を確保しております。SG カーブのような難易度が高いコースも設定された経路に基づきスムーズに運転することが可能です。このまま自動走行をご覧ください。そしてこのように道路上の障害物があった場合にも運転者が操作することなく自動で安全に停止いたします。自動運転が継続できなくなった場合には遠隔から手動で運転操作を行います。そして障害物回避を完了したら自動運転モードに復帰いたします。それでは飯田さん、遠隔運転で障害を避けてください。そして後ほど自動運転モードに復帰してください。お願いいたします。さあ皆様、ご覧のようにハンドル、アクセル、そしてブレーキで操作しております。さて皆様、いかがでしたでしょうか。ご覧いただいたデモンストレーションは車両遠隔監視卓間で途切れない映像通信を実現するための安定したモバイル通信環境の確保が本技術を実現する鍵となっております。途切れない映像転送の実現においては実際の運用環境に合うようにトランスポートプロトコルの改良を行っていく予定です。そして今後、伝送容量の交代機化に加えて 5G 活用による低遅延化やラストワンマイルのモビリティサービスなどへの応用を目指した検討を進めていく予定でございます。ぜひご期待くださいませ。なお、ただいまご覧いただきましたデモンストレーションはご覧のこの4社で実現しております。皆様、最後までご清聴いただきまして誠にありがとうございました。